芸の一番な夜のキャンプでーす。イエーイ。9月もね、もう22日、はい、もうあともう10日もないですよね、はい、1週間とちょっとで10月になっちゃうという、早いですね。でもやっぱ 秋って感じがしてきましたよね。そうですね、もう涼しくなりましたね。そうですね、全然。いやもう窓を開けておいたら朝方ね、風邪ひくぐらいですよね。なんかこう着るものちゃんとあのかけて寝ないとやばいって感じで。そうね。でもやっぱりその秋はね、なんかいろいろ実りの秋ってよく言うぐらいでね、食べ物が美味しくなってきますよね。なるほど。そうですね。やっぱこの時期だと何があれかな。やっぱり栗じゃないですかね、秋というか。ああ、栗ね。栗。とっくんはやっぱり栗、思い出があるの？そうですね。栗といえば、やっぱりこのね、この時期、ね、お祭りの時期になったら、ね、あの出店とかで、天津山栗とかね、売ってるじゃないですか。そういうの、まあ子供の時はそういうのを買って、なんかバクバク食べてた、ね、思い出がありますね。まあ、天津山栗は。あれだけど、年から年中あるのとちゃうかな。そうだよね、あれね。別に秋じゃなくても。まあでも特訓家は秋にしか買ってもらえなかったということかな。僕ね、僕もね、栗って言ったら天津山栗だったんだけど、愛媛でね、長いこと暮らしてると、やっぱこの普通のほら、あの、栗？あれがね、結構美味しいなって思うようになってきた。まあ、天然でなってますよね。うん、なんか、あんまりそういうの、なんか生で食べたいう思い出いうのがあんまり僕は逆にないんですけど。うんね、生で食べる思い出って多分、生まあ、もないと思う。生で食べれますよ、食べれますよ。え、食べれるんですか？まあ、生で、私たち山で拾って、その場で皮を剥いて、この、前歯でこうガリ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 って剥いて、うん、こう、あの、リスのように剥いて。うん、それにカリカリカリと食べるの。これはまた独特な美味しさがあるんです。生の栗ってどんな味なんですか？いや、やっぱり、なんか本当に食べてみないとわからんですね。食べてみないと。食べても大丈夫なの？お腹壊してますね。あまり食べるとちょっとアクが強いんでしょうかね。やっぱりああいうものは、くるみとかああいうものと一緒で、この、ちょっとこの辺にあまり食べると出来物ができる。あ、出来物ができる、ね。だから普通食べるときは茹でて食べますよね。そうですね、茹でて食べる。あれどうやって食べる？とっくん、あれ、茹でた栗どうやって食べるの？そうですね、なんか爪で真ん中を、ね、切り目をつけて。それは天津甘栗の。それは天津甘栗。え、だってあれ爪立てられないでしょ。もう頭の中、天津ばっ、天津。あ、天津。天津ばっ、天津ね。コツボちゃん、どうやって食べる？あの、茹でたやつって。茹でたやつは、包丁で半分に切って、で、スプーンで、すくって食べます。ああ、そうだよね。ああ、これが一番。これ便利だよね。うん。僕もね、最初の頃はね、その、剥いて食べようとしてたのよ。剥いて食べようとしたら、皮のところにさ、ひっついちゃって、もったいないんだよね。ポロ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 こぼれて。ああ、そうですね。やっぱり半分に切って、しかもスプーンはちっちゃいスプーンに限るんだよね。そうそうそう。そうそう。コーヒーとかについてるね。先のとんがってるやつね。そうそうそう。これで食べると何個でも食べれる。きれいにね。きれいに、本当にきれいにすくいますもんね。向井君は？僕はあれですね、一個一個よりも栗ご飯とかのイメージがやっぱり強いかな。ごま塩かけて。ごま塩かけるの？かけません？なんか、栗ご飯といえばごま塩なんですけど。あ、そうかそうか。で、もう、ないとなんかちょっと寂しい感じ？そう。ああ。なんか贅沢なんだろうか。うん。あ、でも、ごま塩がかかると、赤飯でもやっぱり全然違うしね。ごまって、ちょっと、すごい美味しいよね、ごまね。うん。あ、食いて！うん。お腹減ってきちゃった。栗は、あれ何？買ってくるの？やっぱりもらうことが多い？タルトさんとかもらえそうですね、なんか要件。いや、うちも買ってくるのが多いですね。田舎では拾いに行ってましたけどね。あ、栗拾いね。やっぱり山の栗の方が甘い。
あ、やっぱり違うんだ。全然、あの栽培した、栽培した大きな栗よりも、やっぱ芝栗の方が甘い。野生の栗の方が美味しいんだ。うん、美味しい美味しい。全然 甘さが違うもんね。ちょっと詳しいですよ。栗拾いもあるしね。なんかあのほら、なんとか狩りとかはもうこの時期じゃない？そうですね。何狩りがあるの？ぶどう狩りとか。ああ、ぶどう狩りね。ぶどう美味しいですよね。ぶどうもさ、なんか種類最近増えたことない？昔はね、あの、ちっちゃい茶色いやつと、黒いでっかいやつと、緑の高いやつとか、その3つしか、3つぐらいしか、あの、なかったんだけど、今、何種類ぐらいあるの？何種類とか、どんなのがあるの？あ、そうですね。メジャーなとことかで言うと、あの、小屋さん言ってたちっちゃい粒が、あの、デラウェアっていう。ああ、一番最初に。デラウェア、プチプチっとした、夏場にね、多く出回るやつ。デラウェア！デラウェア！あとやっぱ、なんといっても有名なのは、やっぱ巨峰じゃないですか？巨峰。黒い皮の、そうですね。黒い皮の、なんか巨峰と黒い皮で、なんか、ちょっとこう、なんかこう、ドキッとしたね、今ね。そうですか？でも、最近だと、あの、ちょっと古い品種とかでピオーネとか。ピオーネとかね。ピオーネね。ピオーネってよく聞くけど、あれって何がどうなの？どこがピオーネなの？どこがピオーネ？まあ、黒い皮だから、やっぱり巨峰のような、その、黒い、なんかジャンルがあるんですよ。黒い皮の色のジャンルとか、赤ぶどうのジャンルとか、あの、白いマスカットみたいなね、黄緑色のジャンルとか、いろいろあるんですけど。最近ほら、皮も食べれるやつとか、種がなくて皮ごと食べれるやつとか、あるよね。ありますよね。それ、先週食べた、私。あ、食べた。岡山から送ってくれてね。あれ高い。あれ高いですね。本当、今、最高に高いですね。まあ、うまい。ありがとうって電話したら、あれ高かったよって言われて。いや、それ言われても。でも本当、高いですよね。うちもね、その、ぶどうが、買ってきてる時があるんだけど、高い時は、あの、冷蔵庫の中も多分一番上の高いところに置いてあるね。神玉だけで、やっぱりなんか、あ、これはちょっとこう、断りながら食べなきゃいけないぶどうだなとか、何つも食べるよとか言いながらね、食べなきゃいけない。でも僕は、やっぱりそんな中でもやっぱ巨峰好きだね。あの、あれって皮食べれないけど、あの、皮の周りについてる、あの、なんとも言えんですね。あれがね、もうたまらないのよね。やっぱり。あれを躊躇しながら食べるのがもうたまらないね。ベロが紫色になりますもんね。そうです、そうです。ね。ぶどう狩りと。あとは何狩り？あと何狩りがある？そうです。梨？あと梨、梨。梨もそうか。梨もいいですね。みずみずしくて。梨も昔だから、当時用と20世紀梨ぐらいしかちょっと知らない。そのぐらい。そのぐらいだったっすね。他に最近新しいの出て今もうたくさん出てますよ。ちょっと言ってみましょうか。ああ、よいよいよ。最初の辺まず、私の家、昔梨作ってたんですよ、梨を。あ、そうなんですか。ちょっと、うんちく詳しいんです。いきますよ。はい。最初、順番に行くとね、ヤクモっていうのが出るんですよ、ヤクモ。ヤクモ、それと菊水、お酒で菊水になるじゃないですか。はいはいはい。あの菊水、そして20世紀。あ、20世紀ね。その次は新世紀。あ、新世紀か。20世紀の次だから新世紀。はい。エヴァンゲリオンね。そして、放水、香水と出るんですよ。香水。香水、香水は知ってます。あそこは続いて出るんですよ。これはね、元の種はやっぱり。長十郎と20世紀をかけてるんですよ。あ、そうなの。だからあれだけ甘さが出るんです。甘さが出てみずみずしいんだ。え、そう本当。だけどちょっと日持ちがせんのですよね、日持ちがね。ちょっと痛みが早いね、ちょっとぶつけちゃったりするといけない。その時に長十郎と晩餐吉。うん。晩餐。冬に食べるやつね。あれ焼肉のタレでつけるやつ？あれは晩餐か。もう皮の硬いやつです。ああ。そしてそれらを掛け合わせて放水香水ができて、その時に最近では秋月。
秋月。ああ、秋月聞きますね。で、新高梨。新高梨。新高梨、これは新高梨ってなんか聞いたことある名前だけ。熊本、熊本。めちゃ大きいけど、めちゃ美味しい、これ。でっかいやつね。大きいの。そうなんや。1個が500円ぐらいしますけど。あと、最近では新幹線。新幹線？何それ？何それ？鳥取鳥取、新幹線。どんな字か分かる？新しいに甘いに泉と書くん。新しい甘い泉だ、すごいな。これが今一番最新で出てる新幹線。新幹線。すごいすごい。あの香水と同じような味ですけど、あ、新高梨には勝てませんね。新高梨とかあれは美味しい。ああ、新高梨は美味しいんだ。めちゃ美味しいです、本当に。どうぞどうぞ、みずみずしく。どうぞどうぞ。あの、カルトさんとこから送ってもらえるの待ってます。はい、もう、全然したら、あの、なんぼでも送るんですけど、もう今ね、田舎の方の権限は兄貴の権限になってますからね。はい。リアルな話。ちょっとシビアな、ね、リアルな話だね。リアルな話だな。いやいや、本当に。あ、でも、あれでしょ、はい、お金払えば送ってくれるでしょ。そうですね。安い金額で。はいはい、ね、ちょっとそのあたり今度お願いします。ああ、梨も食いて。ああ、梨ね。食べたい、私も。他には何狩りがあるんだ。そうですね。うん、あとは、ガリガリ君とか。ガリガリ君親父狩り。ほうほう。髪の毛狩り。髪の毛狩り。あれ、一回も行ったことないけど、松茸狩りって言ってる、ね。キノコ狩りがありますね。松茸狩りね。松茸狩り、あの、松茸。で、あれもあれって言っても、あれでしょ？その食べ放題とかじゃないんでしょ？松茸狩りって。これはちょっともう本当に、うん、行って、どうでしょう、今だったら松茸を取ってきて、その、入園するところが逆に朝行って植えとくっていうぐらいのところじゃないですかね。あんまり取れないのかな。そう、そのぐらいもう取れなくなってるんですよ。なんか新居浜のね、高齢者の人に聞くと、昔、あの、大山とかではもうなんぼでも取れたらしい。そうなんだ。へぇー。なんか、わしもよう取りに行っとったわ、人の山に。いやいや、頼む。あかんがな。やっぱり昔はそこまで価値がなかったというか、高くなかったんかな。そうですね、そうです。そして、あの城が、やっぱり全くの城がありましてね、うん、私も兄弟、男が3人おったんですけど、兄貴はものすごく全く取りが上手なんだけど、城を教えてくれないんですよ。どこから取ってくるか知らない。あるのね、松茸が取れる秘密の場所がある。そう、だから、連れて行ってくれないんですよ。だから本当に、なかなか城っていうのを教えてくれない、みんなそれぞれ城を持ってるんですよね、自分なりの城。もうね、我が家で松茸といったら、ね、この間の牡蠣じゃないけど、広島に住んでるおじさんが、年に1回だけ、広島で採れた松茸を持ってきてくれるわけよ、年に1回。もうね、それがね、楽しみでね、焼き松茸ね。焼き松茸にして、ちょっと、ポン酢とか、ゆずかみたいなのつけて、ちょっと食べるとね、もうたまらなくて美味しかったなぁ。半焼きぐらいにして食べるのが一番美味しいですよね。裂いて焼いて。でも、今はもう、量が少ないときは、土瓶蒸しというかね、松茸の土瓶蒸しが、あれが一番なんか香りが楽しめて、最後の出汁も美味しくていいよね。まあ、タルトさんなんか結構、いっぱい食べたんじゃないですか、松茸。もう松茸はもう本当に経験したことがないぐらい取ったことあるんですよ。いつの？58年前。詳しいな。58年前覚えてる。本当にこれは広島の人間だけど、新入社員で行った場所が会社の山で試験地だってですね。会社の山。ものすごい出てびっくりしました。もうポケットに入れるところじゃない。作業服を着て、こう取って帰ってきて、どうやって保管しようか言ったら、もう干しましたよ、椎茸のように。あれ干したら、もう全然ダメなんです。匂いがもう消えてしまうから、全然松茸の価値はない。匂いのない松茸ってほどね。松茸を見ても、まあ、松茸かなーっていう感じで、すいません、もう私はそういう生活をしてきてますので、はい。もう一回ね、徳島で食べたことあるな。徳島のゴルフ場をね、建てるの反対っていうところで、立ち木トラストっていうのがあってね、木を植えて、
協力してくださいって言って協力したから、じゃあそのお礼にって言って、そこで取れた松茸をね、うん、もう、そのや、もうボン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 焼いて、はい、食べて食べて。で、あの、すき焼きに入れるのよね、松茸の。まあ、贅沢。松茸すき焼きで食べたらたまらないよ。あら、そう。うん、もう今、あの、松茸の代わりエリンギになってるけどね。ですね、そうですね。うん、エリンギ。うん、大体もう今年、あれですよね、あの、松茸、当たり年なんでしょ？あ、そうなの？なんか普通だと、早くても9月ぐらいからこう、うん、お店先に並ぶのが、うん、もう8月中とかから、ボコボコ出てるとかってニュースでやってました。あ、じゃあちょっと気合いで、あの、お金貯めて買うかな。すき焼きに松茸いけるかもしれないですよ、今年は。頑張ってみよう。うん、ね、はい。じゃあ、もうそういうね、夢のような話が出てきたのでね、ここで一曲聴いていただきましょう。あの、水木奈々さんの曲でね、あの日、夢見た願いって曲があるんですね。これを聴いていただきます。水木奈々さんで、あの日、夢見た願いでした。ね、なんか、若い頃ね、ああなりたい、こうなりたいって思ってたことを思い出しますよね。さあ、それでは、芸の一門の大喜利コーナ ー、はい、ここからは進行、ガイ君にお任せします。はい、行きましょう。はい、先にですね、来週のお題をお伝えしておきます。はい。来週のお題がですね、ちょっと変わってまして、やっぱりまあ、秋でございますから、中秋の名月っていうのがね、もうすぐありますんで、中秋の名月を見て一言ということで、うん、ちょっとこうなんていうのかな、こう趣のあるというかね。ね、うん、そうそう。10月1日が今年のね、中秋の名月らしいですね。ちょうどまあその直前、うんうん、ね、あのこう月を見ながらこう趣を持って、なるほど。ちょっと。楽して金儲けしてーとかね。いいね、面白いね、楽しいね。趣のある。うんね、はい、ということで今週がですね、やりくり川柳でございます、秋のですね、いわしでございます、ね、早速いきましょう、君とかける虹さんでございます。はい、はい、ありがとうございます。はい、今治から渡っていくよ島並みを。あ、愛媛っぽいですね。あ、愛媛っぽい。すごいすごい。なるほど。次がですね、これいやらしく私を見ているしゃべりかさん。誰だこれ。俺か誰。もういやらしいといえば鵜飼くんだろう。だからこのさ、このしゃべりかさんって面白いなと思う。しゃべりかさん、ね、しゃべりかさん。はい、もう一個いただいてます。意識ない、私はすでに死んでいる。怖い怖い怖い。どっから来た。これもまだちょっとシュールな感じで面白い、ね、どうぞどうぞ、うん。はい、次、池田の健馬さん。健馬さん、ありがとうございます。ありがとうございます。です。はい。いつもより、笑いが多い幸せだ。おー、いいね。ね、これもう一個、あの、笑点のね、円楽師匠っぽいのが、あの、うんうん、いい加減、私に変えよう司会の座。これ誰か俺狙ってる。ハルトさんとか狙ってねえか、これ。やってんじゃねえか。やってんじゃねえの、これ。はい、次、玉蔵さん。ありがとうございます。ありがとうございます。イオはまだ私の本を知りません。イオちゃんね。イオちゃんね。松本ね。イオはまだ、もうね、本当、自分が書いてないことをもろにばらしちゃったってやつね。そうね。はい、次、コロリンさん。あ、コロリンさん、ありがとうございます。はい、いつの日も私はマスクしんどいね。あ、なるほど。しんどいね、マスクね。うん、みんな思ってますね。だんだん慣れてきたけど、やっぱしんどいですね。うん、はい、次、花道さん。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、行ったけど、忘れて戻る四十過ぎ。あ、僕ちょっとボケるのが早いかな。うん、でもね、忘れること多いよ、本当。2階に上がって何しに来たんだろうってね。
はい、本当もう、腕にかい、腕とか、手にちゃんと書いとかなきゃいけないね。何日に上がるとか言ってね。そしたら腕に書くのも忘れる。そうそう。何を書いたのかがわからなくて。あ、わかんないか。どこに書いたか忘れちゃうんですね。はい、次。多目的トイレさん。なんだそら。なんだそ。たまた。はい、渡部健との忍び合い。面白い、うん、面白い、はい、次、目指せご機嫌母さんさん、はい、ありがとうございます。イライラを忘れるためには深呼吸。ああ、どうも大事だね、深呼吸ね。ありがとうございます。はい、小島さん、はい、息のいいわさびの効いた下ネタを。下ネタ。わさびの効いた下ネタが。下はネタでもね。うん、はい、次、はい、社会派かかしさん。あ、かかしさん、はい、ありがとうございます。はい、威厳なく若さもないか新内閣。ああ、まあまあ、ね、でも安全牌を並べたらあんな感じになるって感じね。うんうんうん、まあ賛否両論ある、うんうん、まあこれからでしょう。うんうん、はい、次、北間さん。ありがとうございます。北間さん、行きたいな、ワイワイしてる芝居小屋。ああ、綺麗。行きたいな。ああ、いいなら気持ちね。行きたいですね。芝居小屋ね、もう狭い中にこうごちゃ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 詰まってね、もう本当こう息が詰まるぐらいの芝居小屋が楽しいんだよね、本当はね。綺麗な、下ネタの後に続くこう綺麗な、今度綺麗な、はい、次、下柏さん、はい、ありがとうございます。はい、行くもよし、渡る大橋、島巡り。あー、綺麗。あー、綺麗綺麗だよ、情景が浮かんでくるね。うん、素晴らしい。綺麗ですね。はい、他に一問。はい、あ、特訓、はい、はい、イルカショー輪っかに入れず失敗だ。かわいい、かわいい、かわいい。確かに。かわいいけど、トクンさんが言うと腹立つな。え、まあまあ、たまには。はい、じゃあ私。はい、私。はい。言ったでしょ？私の嫁は尻でかい。それいいのか言って。想像しちゃうぞ、それは。怒られちゃうか。怒られるな。いや、いいんですよ、いいんですよ。ね、うん、ね、うん。はい、じゃあ次、コツボさん。はい。いつだって、私、あなたのシンデレラ。おーい。おーい、いいんじゃない。なんか、きれいな感じでね、うん。うん。言ったことあるのか、それは、コツボさん。まだない。まだない。ないのか。頑張れ。はい、じゃあ次、じゃあタルトさん。はい、行きましょう、最後行きましょう。はい、きれいに締めてよ、今日はね。きれいでいきますよ、きれいで、今回は、ね、よろしくお願いします。いつも汚いみたいじゃん。はい、行きますよ、はい、行く行くと、私とあなたしっぽりと。何だそれ。何それ、なんだそれ。いや、いい、あの、タルトさんだからいい、許され。もうあの、タルトさん、これ言えば、ちょっとなんか、長生きできそうな気がしてきた。ね、あの、それ、僕が言うと通報されますからね。そう、もう、許せる。もう、タルトさん、OK。OK、うん、としましょう。ね。はい、ということで、以上でございます。来週は何だっけ、テーマ。来週はですね、中秋の名月を見て一言。うん、あれ、中秋の名月ってね、子供の頃ね、うん、あの、中秋の名月だと思ってた。なんか知らないけど、なんかロマンチックだから、うん、あの、男女が中秋する名月だと思ってた。ね、中秋なのね、秋の中、真ん中って書くんだね。そうそう。皆さん間違えないようにね。また来週もよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあね、またね。じゃあまたね。